はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、明けましておめでとうございます。リュウ実況チャンネルへようこそ。まあ、新年2024年は辰年ということで、皆さんは辰年ドラゴン族モンスター、どのモンスターが一番なんか新年にふさわしいと思いますか？僕はですね、まあ、一番新年っぽいなというか、まあ、なんかおめでたいなというモンスターって、ドラゴン族の中でこいつが一番おめでたいなと思うんですよね。テンサウザンドドラゴン、これ遊戯王 OCG の1万枚目のカードとして、まあ、デザインされたカードで、その効果もやっぱちょっとなんていうかな、ロマンが溢れてるし非常に、まあ、とても好きなモンスターなんですけども、このテンサウザンドドラゴンを今日はですね、3体並べていこうと思います。このモンスターどういう風に出すことができるかっていうと、通常召喚できなくて、攻撃力と守備力の合計が合わせて1万以上になるように自分のフィールドのモンスターをリリースしたら特殊召喚できるよという効果があってですね。で、この方法で特殊召喚したら、このカードの攻守が1万になると。攻守1万1万っていうね。まあそういうね、超強いモンスターになってるんですけど、これを今日は3体並べていきます。はい。まあちょっとギミックはまあいろいろあるんですけども、なんかここで喋ってると時間なくなる気がするんで、まあ見ていただいた方がわかるかなと思うんですが、まあ一応その墓地から回収とか、あと、何デッキからサーチとか、除外から回収とか、まあ、こういう、カードを、組み合わせて、なんとか手札にこれを、揃えた上で、盤面のモンスターをバンバンリリースして、バンバン出していくということをですね、はい。やっぱね、おめでたいんですよね、テンサウザンドって。強い弱いとかじゃなくて、おめでたい。やっていきましょう。2024年、ドラゴン族同士デッキ、デュエル、スタンバイ。なんか、万物創生竜って新年感ないですか？僕は一番新年感あるドラゴン族モンスター、万物創生竜だと思ってるんですよね。なんで、まあ、辰年と、まあ、今年は辰年ということでね、万物創生竜を、本日は、3体並べていこうと、思っております。はい。まあ、よく意味がわからないと思いますけど、まあ、展開見ていただければわかると思うので、まあ、一応ちょっと分回していきましょう。ちなみにこれ、ギリギリ300秒で回せます。はい。かなりアドリブが必要なんで、割とちょっとめんどくさいとこあるんですけども、ですね、万物創生竜のその特殊召喚の条件っていうのが、攻守の、合計が1万になるようにモンスターをリリースすると、出せるよっていう、フィールド上の、ね、モンスターをリリースすると出せるよっていう効果になっていまして、でね、要するにね、なんかね、でけえモンスターをいっぱい並べた上で、しかも万物創生竜をっていうことに抱える必要があるんですよね。でね、ちょっとね、これがね、結構ね、難しいんです。ハードルが高い。非常に。で、カオスルーラーをとりあえず出していく。で、こいつもしかしたら新年禁止になってるかもしれない。一応、脱法してる可能性があるということだけお伝えしておく。で、ディアノート効果。で、これで、浮世絵出して、で、バンブ、あ、バンブ来た。オッケー。まず、カオスルーラーでバンブ1枚拾える。カオスエンペラーも墓地送れられる。これ、一旦、テンサウザンドですね。1枚目。回収で、もう一発行きましょう。レベル8のモンスター2体でオーバーレイネットワークを構築、エクシーズ召喚現れよ、ジ・アンデッド・ヴァンパイア。こうやってね、攻守合計めっちゃ高くてね、めっちゃ優秀なんだよね。で、ジ・アンデッド・ヴァンパイアの効果、カオスルーラーを墓地に送って、あ、オッケー、バンブ落ちたね、バンブ落ちた。で、ティアラメンズ落ちた。で、セアミン・バルジか、なるほど、バルジかな、これは。一旦バルジを、特殊召喚、あ、クシャトリラだね。相手クシャトリラフェンリルとかユニコーン入ってるわ。なるほど、いいだろう。で、これ墓地肥やしたいんで埋葬しましょう。で、シェイ効果で、キトカロス出して、よし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 、いいぞ。今非常に非常にいい、今のところいい。で、キトカロス効果で、ティアラメンツクシャトリラー。これティアラメンツを全然新規カード、出てきて使ってなかったんだけどさ。あー、レダメとどっちもいっちまったか。なるほど。使ってなかったんだけどさ、このギミックで初めて使ったらやばいよね。これ強いんだよな、でも。これ10枚墓地壊せっからさ、これ5枚、2枚、3枚だから、これ10枚なんだよね、これ。キトカロス成立するともう、墓地壊し10枚やばくない？で、自分。はい、で3枚5枚あー、なるほどなるほど、こっからなんだよな。あとは
落ちてるカードによって結構変わるんだけど、まあ、とりあえずセイファート効果使ってカオスエンペラー回収する、いやこれカオスエンペラーでいいな、カオスエンペラー回収する、でルーラー効果使って、光闇除外します。除外光はどうでもよくて、で闇属性はカオスエンペラーあるから万物除外する、これでいいね、これでカオスエンペラーで回収できるからこうする、でカオスルーラー特殊召喚うおからの、カオスエンペラーをペンデラムスケールにセッティングして除外ゾーンから回収、自分を破壊しながら天サダンと回収して、これ2体目、これで2体目でリンゴトークン出してよいしょからの、一旦ディスパテルいっていいか、こいつ効果でレベル8にしてもあんまりいいね、ディスパテルを爆誕させる、これでいい、攻守合計がねちょっとでかくなるように残してもらっていけないんでね、でディスパテルでしょ、でちょっとねサンサーラ墓地送りで、サンサーラ効果発動、レダメ持ってくる、でレダメで蘇生、いけるいける、でレダメ持ってくる、で後回しはしない、でレダメ特殊する前に一回バルジ出して、さあ残り107秒で多分大丈夫だな、レッドアイズダークレスメタル特殊召喚、ドラゴン族除外して特殊召喚して、でレダメ効果発動、セイファートを特殊召喚してセイファート効果レベル10モンスター墓地送って、テンサーザンと回収3枚目きた、オッケー、きた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 、これであとはこれ足りるかな、打点あと打点足りるか問題ないですよね、ちょっととりあえず出しますか、1体目テンサーザンとドラゴンバックタブ、1体目あいけるわ、多分いける、でカオスエンペラー効果光闇を除外することによって現れよカオスエンペラー、さらに自分のフィールド上の攻撃手合計が、1番になるようにリリース、現れよテンサウザードドラゴン、さらにベースセットディスパテルの効果を発動、自分の除外ゾーンからモンスターを特殊召喚していく、そして攻守の合計が、1番以上になるようにモンスターをリリース、あらあらお天サウザードドラゴン、明けましておめでとうございます、明けおめうおー公式合計6万、対戦よろしくお願いしますデュエル3倍、あちなみに対戦ありません一切、公式合計が6万っていうだけです盤面でそれ以外特に意味はありません、はい、闇の五風剣、あっこれもしかして裏側になったら攻守ってこれゼロになる、このモンスターもしかして自分の効果で効果で打点上がってるけどこれ裏になったらリセットされるやつ、これまずい、パライゾスはまずいですよ、あーテイスターザドラゴン俺のテンサウザー貪欲マン、あかん俺のテンサウザーがやばい、アライザードやばい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 よ、助けて、逃げろテンサウザー、逃げろって言ったってこれ攻守ゼロだけどな、クシャトリアバース、まずい、さすがにまずい、お前ハンド強ない、クシャトリアバースが乗ってんのやば、あかんやんこれ、あかんやん、アライザード効果テンサウザントがもしかして、あテンサウザントじゃない、さすがにテンサウザントじゃないかあかんこと起きるな、これ耐えた、もしかしてでもこれ5800ワンチャン耐えたか、アライズハート効果、あやべえこれ素材3なんだ、やべえぞ、ちょっと待ってくれ、逃げろテンサウザント、まずいぞテンサウザントくん
スサウザンド君、闇の悟空拳1枚で返されてるよ。テンスサウザンド君、うわ、俺のテンスサウザンドを吸収しやった。貴様許さんぞ。うわあ。ああ、テンスサウザンドが、そんなバカな攻守合計6万なのに。おい、誰もいなくなったぞ。そして誰もいなくなったってか、おかしいだろ。攻守合計6万あったやぞ。どうして、どうして俺だけがこんな目に。